東京ドームです。皆さんこんにちは。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ5回戦の模様をお伝えしてまいります。現在3位のバファローズ、マリーンズとの2連戦最終日です。この放送の解説は立川美蔵さん、宮本和智さん、このお二人でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして選手のコメントを届けてくれるリポーターです。はい、我々が選手たちの声やベンチの情報を伝えてまいります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このゲームの先発ピッチャー、山本、中7日を置いてのマウンドとなります。マリーンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の表、マリーンズの攻撃、そしてこの回の先頭、西岡、右の打席です。1回の表、マリーンズの攻撃、何から持ってくるか。まずは見送りました。宮本さん、今のは何の球種でしょう。フォークでしょうね。そうですか、フォークボールですか。過去3試合での投球成績なんですが、勝ったのが3、そして自責点の数が4となっています。入れてきました。続けて落としました。昨日敗れたバファローズ、ホームゲームでの勝敗はというと、勝ったのが8、負けは5。変化球できました。2エンド1、フォークで追い込みました。次の4球目、低いボール、打球はセカンドへ、抑えた。ファーストへ送ります。アウト。西岡セカンドゴロに倒れました。次のバッターはどうでしょうか、早川。まあ昨日ノーヒットというのがありますけどね。はい、今日のバッティングはどうでしょうか。さあ1投目、まずは外から来ました。ワンストライクです。マウンドは先発ピッチャー山本、2球目きれいに落ちました。カウント2ストライクノーボールです。この3球目はどうする。3球三振、空振りの三振に切って取りました。そしてクリーンナップへと続きます。里崎、右のバッターボックスに入りました。初回まず2アウトにしています。どこに入れてくるか。まずは初球見送りました。カウントノーワン。先頭バッターは内野ゴロ、その後三振を取っています。この球はどうでしょう。小さなフライ、打球はショート後方へ、取りました。3アウト、チェンジ。1回の表が終了、マリーン3人で攻撃を終了しています。対しますマリーンズの先発ピッチャー小野、これが2試合目の登板になります。さあ念願の初勝利はどうでしょうか。1回の裏、バファローズの攻撃、対しますこの回の先頭坂口、兵庫県出身トップバッター。坂口、第1球ストレート、1、2塁間へ、打球は1、2塁間きれいに破りました。ノーアウトからランナーを出します。坂口、ライトへの打球はヒットになりました。さあバッターは2番村松、左のバッターボックスです。ノーアウトでランナーを出しています。第1球です。最初はシュートを持ってきました。ボールカウントノーアウト。いきなりヒットを打たれています。1回の裏どう攻めるのか。外2球続きました。ボールの後もボールです。2番バッター村松、さあ3球目、これは当たりません。ワンエンド2になりました。バファローズ今のところ3位にいます。2ゲーム差で首位を追っています。これは一塁セーフになります。オリックス対ロッテ5回戦の模様をお送りしています。できました。ロッテワンアウトになりました。村松ショートフライに終わりました。そして打順が変わります。後藤、バッターは3番後藤。どこから行った。その初球ボールになりました。この球は外れています。
現在3位のバファローズ、勝って連敗は避けたいでしょう。さあどうでしょう。いったー、しっかり捉えた。これは文句なし、先制のツーランホームラン。ここで一発が出ました。満員の東京ドーム、あっという間にライトスタンドに飲み込まれました。そして今ホームイン2対0。そしてチームメイトが並んでいます。2点先制します。いきなりリードを奪いました。さあ今のホームランです。このホームランでピッチャーも目が覚めたことでしょう。そしてバッターは4番カブレラ。すでに2点を奪われています。さあ初球、最初は見ていきます。この球は入りません。2対0バファローズがリードしています。次の2球目、この球は逃げてきます。これではバットが出ません。オリックス対ロッテ、その2連戦2戦目の模様をご覧いただいています。決まった、打球は右へ、ファースト取った、1塁に送ります。1塁、これは十分間に合います。アウトです。打順が変わります。どうぞ。左のバッターボックスに入りました。過去3試合の打撃成績なんですが、12打数の6安打、ホームランも1本あります。本当よく打ってくれましたからね。初球振りません。ノーワンです。今シーズンの打率なんですが、3割4分3厘のアベル、そして本塁打の数も10となっています。ストライクになります。カウント1エンド1。初回からの得点を与えています。さあ次の3球目、高いボールを打ちました。上がったか、詰まっています。力がありません。取りました。これで3アウトチェンジ。さあマリーンズ2点を追いかけます。2回の表、マリーンズの攻撃、4番からの打順になります。青山本、この試合先発で登板しました。そしてランナーは許していません。初球は変化球から入りました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。今日最初のバッターボックスです。この球はどうでしょう。あっと、これはいい当たり、ショートです。抑えた、一塁へ、一塁アウト。青のショートゴロに終わりました。打順は次に変わります。ベニー・アグバヤン、2回表ワンアウト。ベニー・アグバヤン、日本での通算打率をご紹介しましょう。2割8分4厘です。来日5年目での成績です。最初は変化球できました。ワンボールになりました。この回はワンアウトになっています。さあ次はどう攻めるか。入りました、ワンエンドワン。バッターは DH ベニー・アグバヤン、3投目。これも痛烈な当たり、伸びていった、伸びて伸びて、入った入った、入りました。ホームラン、ホームランです。アグバヤン、これでホームランの数を2としています。2回の表、両チーム2本目のホームランが飛び出しました。今ホームインしました、2対1。さあ辰川さん、今のはどう見ますか。やっぱり早いイニングでね、まあ一発出たというのが大きいですよね。はいですね。1点返します。1点差にしています。ただいまのホームランリプレイが出ます。これで1点差となりました。次のバッターが入ります。サブロー、2回表ワンアウト。今日の1打席目になります。何から持ってくるか。まずは変化球、際どく外れた。先頭打者は内野ゴロ。その後ホームランを打たれています。どこに構えるか。打った、これはセカンドになります。取った、ファーストへ、アウト。サブロー、セカンドゴロに終わっています。そして次の7番大津。さあ今日の第1打席です。まず初球、低めのボール打った、ショートへの当たり、取って一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジになります。さ
さあバファローズ、この後6番から始まります。2回の裏、バファローズの攻撃。対するこの回の先頭、北川。初回に失点、ここからはきっちりと抑えたい。さあ初球です。大きな当たり、大きな当たり、打ち上げてセンターの打球、追っていきます。これは勢いなくなったか、伸びません。下位打線に回ります。下山、右のバッターボックスです。ワンアウトランナーなし。どこから行く。初球からコーナーをついていきます。ワンナッシングです。得点差わずか1点、バファローズがリードしています。2球目はどうする。これもいい当たりだ。打球はレフトへ、どうだ、入るか切れるか。しかしボールの左、ファウルです。3球で決めてくるか。慎重にコーナーをついていきます。これバット出ますけどね。はい、手を出しませんでした。さあ第4球、チェンジアップ三振、ボール球を振って空振り三振です。三振の場面、そのリプレイです。次のバッターに変わります。日高、2回の裏ツーアウト。今日の1打席目になります。さあどこから来るか。まずはシュートから入りました。わずかに入りません。バッター日高。さあ2球目、また変化球できました。外へ2つ続けました。先頭バッターは外野フライ、その後三振を奪っています。さあ3投目、打った。これも痛烈な打撃、間違いありません。ホームラン、日高今シーズン第1号。2回の裏、このゲーム3本目のホームランが飛び出しました。序盤から優位に立っていきます。今ホームに戻ってきました。3対1。今のバッティングについてお聞きしますが、勝川さん、見事だったですね。今のバッティングは本当に難しい球をね。はい、1点を追加、リードは2点差になりました。さあリプレイでただいまのホームランを。そして次の9番大引き、右打席です。この今日先発のマウンドに上がりました。すでに3点を与えています。どこに出てくるんでしょうか。低めを打って、打球はレフトへ上がっています。取って、これで3アウト。さて試合は2点差となって3回に進めていきます。3回の表、マリーンズの攻撃。マリーンズの先頭バッター竹原、今日の第1打席になります。今日最初のバッターボックスに入っています。第1球、ここまで1点を与えています。さあ次はどう攻めるか。高めのボール打った、これはピッチャーの横、取りました。ファーストへ送ります。アウト、アウトです。竹原セカンドゴロに終わりました。そしてラストバッター今江、3回表ワンアウトです。このゲームの最初の打席になります。初球はどうでしょうか。初球外に来ました。カウントワンストライク、ノーボールです。東京ドームから実況生中継でお送りしております。鋭い当たり、取った、前、サードライナーに倒れました。これで打者一巡となります。西岡、右のバッターボックスに入りました。初球はどうか。初球見送っていきます。ここは1球外します。バッター西岡、次の2球目、変化球外れました。ノーツー、順調にツーアウトにしています。さあ3球目はどうか。外のボールは、この打球はセンターに上がりました。取りました。スリーアウト、チェンジ。さあバファローズ、この後1番から始まります。
3回の裏バファローズの攻撃、こちらもバッターが2打席目に入っています。坂口最初の1球、初球は変化球、当たりません。ボールカウント1ストライク。バッターは1番坂口、この球はどうでしょう。これは低めに来ました。2ストライク。遊び球あるのか。低め落ちました。左への打球です。前に出る、前に出る。あー、レフトの前、アウンバウンドになりました。宮本さんにお聞きしますが、打ったのはどんな球でしたか。シュートでしょうね。あー、シュートですね。得点差は2点、バファローズがリードしています。初球インコース、ボールカウントノーアン。これが2回目の打席。さあ2球目はバントします。取った、ファーストへ、一塁アウト、アウトです。ワンアウトになりました。そしてバッターは3番後藤、左のバッターボックスに入ります。最初の1球は何か。最初は低めのボールでした。これは外れました。ワンアウトランナー2塁です。さあ辰川さんにお聞きしましょう。バファローズはどうすればいいですか。このチャンスで点を入れてね、試合を楽にいきたいですよね。はい、さあどんな攻撃を見せるんでしょうか。ええ、初回の1打席目、先制のツーランホームランを打っています。さあ第3球、しっかり捉えた。この当たりはセンター打ち上げた。勢いがない、勢いがないか。ショートが中継、後藤センターフライに倒れました。ここで打順が4番に回ってきます。カブレラ、その注目のバッターボックスです。このバッターはね、ここ1番という状況ではね、結果出してますからね。はい、チャンスでは結果を残しています。初球ストライク、ワンストライクノーボール。この試合先発で登板しました。そして3点を許しています。鋭く曲がりました。まあスイングだけ見てますとね、力強くていいんですけどね。はい、ここは大きな空振りになりました。さあ外してくるのか。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。ボールの球、スイングアウトの三振です。これが今の三振です。途中経過参りましょう。まず札幌ドーム、2対0ファイターズがリードしています。そして仙台です、5対0ライオンズがリードしています。その他のゲームはご覧のようになっています。4回の表、マリーンズの攻撃、先頭のバッター早川、先頭打者としての役割は果たせるんでしょうか。山本、依然2点のリードを守っています。さあ次はどこへ行くか。あっとインコース、カウント2ストライクノーボールです。さあ1球様子を見るのか。これはスライダー、バッテリー1球外してきました。さあ4投目、あっと打ちました、右方向、早くファーストフライに終わりました。バッター里崎、4回の表ワンアウト。ここまで1点を失っています。どこから狙うか。まず際どいコースをついてきました。カウントノーワン。山本、4回ワンアウトまで来ています。そして1点を与えています。さあ2球目は低めを打ってセンターに上がった。しかし大丈夫、これは間に合います。里崎センターフライに終わりました。そして次の4番青、右打席に入っています。この回まずバッター2人を打ち取りました。まず初球、初球はボールになりました。ボールカウントノーワン。先ほどの打球は見事な当たりだったんですが、ショートゴロに倒れています。どう攻めるのか。決まりました。1球2球と外へ行きました。今日奪った三振の数は1となっています。コーナーいっぱいに決まった。2エンド1になりました。さあ4球目、スリーアウトチェン、ボール球を振らされてしまいました。さあバファローズ、この後 DH から始まります。4回の裏バファローズの攻撃、トップバッターローズ。4回の裏ノーアウトです。さあ第1球、まず外から入りました。ワンストライクです。
この4回まで来ています。そして4安打を打たれています。低めはボール、ワンエンドワンです。ここまで3点を与えています。さあ3球目は、ここで変化球に変えます。カウント1エンド2。バッターは DH ローズ。さあバッターちょっと有利か。変化球、空振りを取ります。ボールがね、外に行ってますね。はい、確かに外への球が目立っています。次が5球目、打った、ファールになりました。2エンド2、カウントはそのまま。打って、これはショートになります。ショートが抑えます。1塁に送ります。アウト、ローズショートゴロに倒れました。次のバッターです。北川、4回裏ワンアウトです。この、ここまで打たれたヒットの数が4となっています。低いボール右へ、これは右中間への打球。しかしこれは守備範囲、北川ライトフライに終わりました。打順が変わります。下山、右のバッターボックスに入りました。どこから攻めるか。まずは初球ストレート、ちょっとヒヤーっとしましたね。はい、もう少しでバッターに当たるというようなボールでした。今日の奪三振の数は2となっています。2投目、この球は見ます。ボールカウントノーツー。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ次の3球目、これはストレート、ボールカウント1エンド2。2回の1打席目、空振りの三振に倒れています。さあバッティングカウント、これは外れます。カウント1エンド3、得点差は2点、バファローズがリードしています。さあ5球目、今度は外に来ました。なんか外が多いですね。はい、アウトコースへのピッチングでした。さあ2、3になった。変化球打ちました。打球はセカンド後方へ、取りました。これで3アウトチェンジ。4回を終了しています。バファロー初めて3人で攻撃を終了しています。皆さん揃って野球観戦楽しんでますか？OK。 5回の表、マリーンズの攻撃、先頭バッターは DH ベニー・アグバヤン。やはりこの先頭バッターとしては塁に出たいところです。まずは見送りました。ワンナッシングです。ここまでのマリーンズ、ヒットが1本、1得点の内容です。一方のバファローズ、ヒットが4本、3得点という今日のゲームです。バファローズがリードしています。落とした、これは空振りです。ボールカウント2ストライク。さあ勝負か、どうする。外への変化球を外れました。1球外しました。さあ4球目、厳しいコース、2-2。次が5球目、これはそれました。フルカウント 2-3。 フルカウントからの6球目、ファーボールです。ノーアウトからファーボールのランナーを出しました。そしてバッターは6番サブロー、右のバッターボックスです。まあダブルプレーの少ないバッターですのでね、ここは思い切って打てますよね。はい、さあこのバッティングはどうでしょうか。まずは簡単にストライクが来ました。ワンストライクノーボール。ここまで1点を与えています。さあ第2球、これは微妙なところ、これは反応できませんでした。キャッチャーのサインは、おっとファーストランナースタート、ボールになった。二塁タッチアウト、盗塁は失敗。もう一度振り返りましょう。さあ4球目、外のボール打ちました。これはピッチャー抑えた。一塁へ送ります。一塁アウト、サブローピッチャーゴロに終わりました。そしてバッターは7番オーティス。この回まず2アウトを取っています。初球ストレートできました。この球は外れています。この試合の奪三振の数が2となっています。第2球ストレートできました。結局ボールが2つになりました。
2アウトになっています。さあ第3球ストレート打ちました。前に出る、前に出ます。取りました。3アウトチェンジ。5回の表が終了しています。マリーンズ0点で攻撃を終了しました。5回の裏バファローズの攻撃、この回は8番から始まります。日高、さあ初球です。変化球でまず空振りです。ワンストライク。この回もきっちり抑えたいところ。バファローズ今日はリードを取っています。次の2球目変化球できました。2ストライク。さあここはどうリードするんでしょうか。外への変化球入りません。バッテリー外してきます。さあ4投目打っていった。打球はショートへ。ショートが取ります。一塁送球アウト。さあ宮本さんにお聞きしましょう。アウトを取りましたが今のボールはチェンジアップですよね。ああチェンジアップでしたか。どこから狙うか。あっと打った。この当たりはセンターへの打球、これは取れない。ワンバウンドヒット。ここでランナーが出ます。いやー宮本さん、打たれたのは何のボールでしょうか。そうですね、チェンジアップじゃないですかね。なるほど、チェンジアップですか。何を投げてくるか。最初から丁寧に攻めてきます。ワンボールになりました。先頭バッターは内野ゴロ。その後ヒットを許しています。次のボールは際どいコース。カウントはエンドワン。この前の2打席目、2打席連続となるヒットを打っています。3球目入れてきました。これで2ストライクと追い込みました。さあ第4球。さあこの打球はこれは取っています。ファーストランナーは坂口、ファーストライナーに倒れました。そして次のバッターとなります村松。5回裏ツーアウトです。あっと当てるのが精一杯。ショート後方への打球取りました。これで3アウトチェンジ。5回を終了。バファロー得点はありませんでした。東京ドームは6回の表マリーンズの攻撃。バッター竹原どこに入れてくるんでしょうか。初球ボール、ボールカウントノーワン。山本ここまで許したヒットの数は1となっています。どこに構えるか。あーっと落としてきた。ワンエンドワンです。この時点で勝ち投手の権利を得ています。さあ3球目はストライク。シュートで追い込みました。さあ4球目インコースはどうか。まあピッチャーからすればね、振ってほしいと思いますけどね。はい、ここは見極めました。さあ何を見せるか。落ちるボール、ツースリーです。さあ2、3になった。あっと打ちました。打球ラインには左に切れるか。一塁に送ります。アウト、一塁アウト。竹原サードゴロに終わっています。まずはワンアウトを取っています。最初の1球初球変化球空振りです。ワンストライクです。ここまで1点を失っています。さあ2球目はストレート決まって2ナッシング。このボールには手が出ません。キャッチャーの要求は空振りの3球三振。3球で三振を取りました。そして打順がトップに帰っていきます。西岡、1975年の今日、後楽園の巨人阪神。強烈な打球、初球しっかり捉えた。サードです。一塁送球、これは一塁アウトで3アウトチェンジです。さあバファローズ次の打順はクリーンナップから始まります。
6回の裏バファローズの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。後藤、6回の裏ノーアウトです。初球はどうでしょうか。最初は外のボール、ワンストライク。小野、今日打たれたヒットの数は5となっています。さあ第2球、変化球打った、左への打球、前進前進します。ワンバウンドヒット、落ちました。後藤、今日2本目。さあランナーが1人出ました。カブレラ、右打席です。小野、今日は5回までを投げ、打たれたヒットが6本、この回は1本がありました。まずは初球見送りました。この球はボールになります。これが3回目のバッターボックス。さあ2球目、変化球、カウント1エンド1。バッターは4番カブレラ。さあ次の3球目、バットに当たりません。さあここは追い込まれていますが、次の4球目、カット三振、アウトコース、手が出ませんでした。さあホームランで一気に展開変わってくるんでしょうか。どうぞ。そのバッターボックスです。まず初球、外から攻めていきます。ここは外してきました。さあバファローズ、今日のゲームはリードしています。次の2球目、決まりました、ワンエンドワン。小野、6回ワンアウトまで来ています。まだ3点しか与えていません。強い当たり、打球はセンター上がったぞ、追っていく追っていく、あっと落ちた、ワンバウンドヒット。そして一気にセカンド狙った狙った、ボールは中継のショートへ。今年10本目のツーベースヒット。ワンアウトランナー3塁2塁、追加点のチャンスとなりました。そして6番北川、そのバッターボックスとなります。このチャンスはね、つなぎたいですよね。はい、ここは得点までつなげたい。これは外れました、ワンボールになりました。ここまで3点を失っています。次の第2球、今度は外、カウント1エンド1。さあ3回目の打席、さあ3球目、ストレート、カウント1エンド2。この回ヒットを2本打たれています。バッティングカウントからの4球目、ストレートを打って左への打球になりました。ファウルボール。次が5球目、やっと決まった、三振、いい球を見せました。そして7番下山、さあバッターボックスです。ここでね、下位打線ですけどね、なんとか1番につながるね、バッティングしたいですよ。そうですよね、ここでつながればやはりこれ大きいですよね。初球見送っていきます。この球は外しています。ツーアウトランナー3塁2塁です。どうですか達川さん、バファローズの攻め方はどう見ますか。スコアリングポジションにランナーがいるという状況でね、追加点狙えますのでね。はい、ここはどういった攻撃で来るんでしょうか。ええ、バッターは7番下山。さあ3球目、ここは見送ります。2ストライク1ボール。さあ次の4球では、ああセカンドに飛んだった、これでチェンジとなりそうです。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト、これで3アウトチェンジです。あと1本がね、出ませんでしたね。はい、後が続きませんでした。6回を終了しています。バファローズランナー2人残塁です。7回の表マリーンズの攻撃、この回の先頭バッター早川、右のバッターボックスです。第1球です、低めのボール打った、ファウルになります。山本、今日の6回までのピッチング、打たれたヒットが1本、そしてチェンジアップでしょうか、打ちました、ショートです。一塁に送ります。アウト、アウトです。早川ショートゴロに終わっています。3番バッター里崎、さあどこから来るか、高めのボール球、手を出した、右への打球です。ライン際の打球はわずかに右、ファウルボールです。次の2投目、ちょっとボールが沈みましたが、打球はセカンドへ、ファーストへ、アウト。里崎セカンドゴロに終わっています。そしてバッター青、2アウトになっています。さあ最初の1球、初球は低めから来ました、ノーワン。バッター青、さあ次はどう攻めるか、これは落ちるボール、これはピッチャー正面、バッと破った、綺麗に破りました。
さあヒットが飛び出した。さあ宮本さんにお聞きしましょう。まあヒットになりましたが打たれたのは、フォークですけどもね。はい、フォークですか。さあ1投目、初球は変化球、当たりません。ボールカウントワンストライク。今日の奪三振の数は3となっています。この球はどうでしょう。ストーンと落としてきました。ボールカウント1エンド1。5回の第2打席、フォアボールを選んでいます。3投目、あっと強烈な当たり、レフトへ、レフトへ、ポールがどうだ。ああ、今のは左に切れてファウルです。さあ4球目、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ、スライダー当てさせませんでした。7回の表が終了しています。マリーンズ2得点に終わっています。マリーン先発ピッチャーマウンドを降ります。久保、これで今年の登板数が11となっています。バファローズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。7回の裏、バファローズの攻撃、先頭バッターは8番日高。ダメ押し点の欲しいこの場面、出塁したいところです。さあ初球です。まず外から入りました。カウント1ストライク、ノーボールです。さあバファローズ今日はリードを取っています。2投目はこれはストレート、カウント1エンド1。山口さん、はい、三塁側です。はい、どうぞ。今日のピッチングについて話を伺ってきました。今日のピッチングはどうでしたかと聞いたんですが、何も答えてもらえませんでしたということでした。山口さんどうぞ。三塁側のコメントを届けてくれました。バッティングカウントになった、これはボールです。1エンド3になりました。先ほどの打席はいい当たりだったんですが、ショートゴロに、フォアボール、先頭バッター歩かせました。そして次の9番大引き、さあ3回目のバッターボックス、どこから行く。初球は手を出しません。この球は入りません。5回の2打席目、センターへのヒットを打っています。さあ次はどう攻めるか。インコースボール、バッターに対してボール2つ続きました。バッター大引き、さあ3投目、ここを送りバント、追った一塁へ送ります。あーアウト、これでワンアウトです。いい場面で打席が回ってきました。坂口、その注目のバッターボックスです。点差変わらず2点差、バファローズがリードしています。初球は際どいところに来ました。この球は外れています。坂口、ここまで2回塁に出ています。第2球、チェンジアップ打った、取って一塁に送ります。アウト、一塁はアウト。坂口ショートゴロに終わりました。このゴロではね、ランナー走れませんのでね。はいですね。さあ1球目、初球インコースから入りました。ワンナッシングです。久保2番手としてマウンドに上がりました。まだノーヒットに抑えています。変化球が低めに外れます。ワンストライクワンボール。村松、今日はまだ塁に出ていません。3球目はどうですか。この打球はショートへのゴロ、これでチェンジになりそうです。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。ここで各地の途中経過です。横浜スタジアムです。7対3ドラゴンズが逆転しています。続いて仙台です。6対2 6回の裏イーグルスの攻撃中です。その他は以下の通りです。8回の表マリーンズの攻撃、この回は6番から始まります。サブロー右バッターボックスに入ります。第1球、初球見送っていきます。緩いボール、このコントロールです。8回の表マリーンズの攻撃、2球目はどうでしょう。インコース打ちました。ピッチャーの正面、あーっと抜けた、きれいに破ります。さあヒットになる。サブロー、センターへのヒットになりました。さあこの場面で下位打線に回ります。大津、山本、今日初球から打った、いい当たり、この当たりはセンター打ち上げた、ワンバウンド、ワンバウンドした。さあヒットが飛び出した。オーティズ、右中間はヒットになりました。さあホームランで逆転のこのチャンス。マリーンファーストランナーを変えてきました。根本ベースにつきました。さあ塁上が埋まってきました。竹葉、得点圏にランナーを置いての打席になります。
この回2本のヒットを許しています。最初の1球、その初球ボールから入りました。ここは外してきました。同点のランナーがファーストにいます。次の第2球、わっと変化球、ボール2球続きました。山本8回まで来ています。まだ1点しか与えていません。3球目、これは空振り、ワンツー。これが3回目のバッターボックス。タッチしたが2塁はセーフになります。バッティングカウントになったが、おっとバント、ピッチャー取った、一塁へ、きっちりと送りました。これでワンアウトになりました。そして打順は9番今江、そのバッターボックスです。まあここでね、まあここでストレート打ちました。これでアウトカウントが2つ、今江セカンドフライに終わりました。ここで打順は1番西岡、そのバッターボックスとなります。まあ先ほどアウトになりましたけどね、いい当たりしてましたのでね。まず変化球を見せてきました。カウントワンストライクノーボールです。今日はまだヒットはゼロ、出ていません。2球目です。あっ、ゴロになった。ここで断ち切れそうです。ファーストへ送ります。一塁、これはアウトです。それでスリーアウトチェンジ。しかし同点のねチャンスだったんですけどね。ですね、惜しい場面でした。ゲームは8回の表を終了。マリーンズ2人、ランナー残塁です。8回の裏、バファローズの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。後藤、試合を決定づけるには得点が欲しいところです。変化球でまず空振りです。やっぱりボール球はね見逃さないとね。はい、そのボール球を振って空振りです。久保、今日は1回を投げて許したヒットはありません。無失点できました。さあ2球目、あっと強い当たり、センターへ上がった、追っていきます。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは2塁へ。さあ2塁クロスプレイか、ツーベースヒット、後藤センターへヒットを打ちました。ここはバットで結果を残したい場面。さあどうでしょうか、カブレラ。さあバッターボックスです。さあ初球、初球ボール、ボールカウントノーアップ。いきなりツーベースのランナーを許しています。ストレート決まってワインドワン。4番バッター、カブレラ。さあ3球目、これは大きく変化しました。これで2ストライクと追い込みました。次の4球目、カウントは変わりません。2エンド1、カウントはそのまま2エンド1。変化球打って、これはライン際です。サード取りましたがファールボール。同じカウントが続きます。これも強い当たりだ、打球はサードへ。カウントは変わりません。2エンド1、シュート三振、このシュートボール打てませんでした。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。さあホームランで試合の流れを変えてくるんでしょうか。どうぞ。その注目のバッターボックスです。第1球はどう、最初から丁寧に攻めてきます。ボールカウントワンストライク。6回の3打席目、センターへのツー、これは大きな当たりだ、これも痛烈な当たり、これは文句らしい、ツーランホームラン。通算1600本安打となるホームラン。ストレートを打ち返した打球はものすごいスピードでライトスタンドに突き刺さりました。今ホームインしました。5対1。そしてタッチをかわしていきます。2点を追加、点差は4に変わりました。さあ今のホームランです。勝利に近づく追加点、あとは最後を守りきるだけということなんでしょう。そして次の6番北川、8回裏ワンアウトです。今日はここまで3打数でノーヒット、まだヒットはありません。最初はボール、ノーストライクワンボール。すでに2点を与えています。さあ2球目、外角高めのストライク、ワンエンドワンになりました。バッターは6番北川。さあ第3球、コーナーを攻めます。これは釣り球、引っかかりません。この回ツーランホームランを許しています。さあバッター有利か、
今度はまっすぐ来ました。結構外が多いですよね。はい、外中心のピッチングになっています。今日はヒットがまだありません。さあ何を見せるか。この球は外いっぱいに決まった。ゾーンいっぱいに投げ込みます。フルカウントからの6球目、フォアボールです。ここは歩かせました。そして次の7番下山、右の打席です。ああヒットがないということでね、ちょっと気になりますけどね。はい、この打席でヒットが生まれるんでしょうか。最初はチェンジアップを持ってきました。バッテリー1球外してきました。今日はまだヒットが出ません。この球はどうでしょう。これは変化球でしょうか。平行カウント1エンド1。この前の打席なんですが、セカンドゴロに終わっています。外のボール、このボール球には手を出しません。7番バッター下山、さあ牽制。今日の成績をご紹介しましょう。3打数、さあファーストランナーがスタート、打ってこれはセカンド抑えた、二塁フォースアウト、そして一塁転送、一塁もアウト、ダブルプレー成功、スリーアウトチェンジ。8回を終了、バファローズ2点を追加、5対1リードを広げました。9回の表マリーンズの攻撃、そしてこの回の先頭早川、この場面はどうしても出塁しなければなりません。初球から際どいコースをついてきます。ボールカウントノーワン。今日4度目のバッターボックス、次の第2球、変化球低めに持ってきましたがボールになります。ノーストライクツーボール。今日はまだヒットがありません。さあ3球目はスライダーを持ってきました。ワンストライク目が入りました。今日出したフォアボールの数が1となっています。さあバッティングカウントどう攻める。外をちょっとね、インコースの後ですからね。ああなるほど、ここは中を見せて外に行きました。さあ5球目、渡した。この回の先頭バッターから三振を取りました。次のバッターはどうでしょうか。里崎、9回の表ワンアウトです。今日はまだヒットが出ません。さあ初球、初球はボールになりました。ノーストライクワンボール。山本、今日は9回途中までを投げて打たれたヒットが4本、失点は1という成績です。チェンジアップでしょうか。外へ2つ続けました。今日4回目のバッターボックスに入っています。さあ次の3球目、変化球です。ワンエンドツーです。里崎、このゲームは塁に出られていません。さあバッティングカウント、これはまっすぐ、ボールカウントワンエンドスリー。9回の表ワンアウトになりました。次が5球目、際どいが、あーファーボールです。ここでファーボールを与えました。そして打順が変わります。青は右のバッターボックスに入っています。先頭バッターは三振、その後ファーボールで歩かせました。初球スライダーで入りました。ノーワン。7回の3打席目、センターへのヒットを放っています。おっとファーストランナースタート、変化球を打っていった、これはセカンドになります。二塁はアウト、一塁転送、2連戦の2戦目は2対1バファローズマリーンズを破りました。山本見事な完投勝利、これで今シーズンの勝ち星を4としています。投打のヒーローが呼ばれています。はじめに投球成績をご紹介します。先発で登板、9回被安打4、四死球2、5奪三振、自責点1、投げ切りました。そして打撃成績になりますが、4打数の3安打、打点2、ホームランを打っています。さあこの2人の活躍で勝利となりました。さあオリックス対
ロッテ5回戦の模様をご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は達川光男さん、宮本和智さんでお届けしました。楽しい解説をありがとうございました。どうもありがとうございました。リポーターの2人もありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。